皆さんこんにちは、平達 TV の平達です。この動画では今週札幌競馬場に出走してくる馬の中で前走で不利を受けている馬たちのリストを紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。早速土曜日のレースから行ってみましょう。まず札幌4レース、ダート 1700m ですけれども、ここからはレガッタという馬ですね。前走は函館のダート 1700m で7着に敗戦でした。もともとこの馬は後方からまくっていくタイプの馬で、序盤は行き足がつかないことが多い中で、前走はスタートが良かったからか積極的に出していって5番手ぐらいのポジションを取りました。ただそれが裏目に出たのか、まあ、レースの中でも特に2コーナーから向こう正面の入り口付近でかなりぎこちない感じの走り方になっていて、騎手が押しても馬がなかなか進んでくれないというような形になっていたかと思います。ちょっと馬のペースに合っていなかったのかなっていう感じはするので、消耗は大きく見えました。直線では、一度3着というか3番手までしっかりと上がって、粘り込みを図りましたけれども、最後刺されてしまってという形の競馬でしたので、そういったレース前半での消耗分というのを考えれば、今回スムーズにいけば上位に来る可能性はあると思ってます。まあ、前走は判断が裏目に出てしまったんですけれども、まあ先行し1回してみるっていうトライとしては悪くなかったと思いますし、まあ、今回も継続して横山和生騎手が乗ってくれるのであれば、まあ、しっかり上手い騎手なのでね、今回は馬のリズムを優先した上で乗ってきそうではありますので、期待できるんじゃないかというふうに思ってます。次は札幌8レース1勝クラスの芝 1800m のレースですが、ここからはプリンスノットという馬です。この馬これまでは前線マンだったんですけれども、前走は札幌の芝 1500m で14着に敗戦という形で大敗してしまいました。まあ、しかしながら内容を見ると見直せる部分は結構あったと思います。まず、ピンクボーからのスタート、だったので、スタート後にロスを大きくかぶってしまいましたね。札幌の芝 1500m というのは本当にスタートして 100m ぐらいですぐに最初のコーナーが来るというコースですので、外にいる馬は普通に回ってきてしまうと最初のコーナーで大きく外を回らされることになるというところがあります。まあ、そんな中でこのプリンスノットは、まあ、押して前に行こうという形で、前に行くことによって早めにインに入れてロスを防ぐという形の選択をしたかったんだと思うんですけれども、まあ、他にも内目の馬で先行馬がいたこともあって、インを取り切れずにですね、最初のコーナーで外を回すっていうようなロスを、被りました。でさらに押して出していったことによって若干かかりながらのスタートになってしまったということで、まあ、スタミナ面でも消耗があったと思います。まあ、前走を除けばこれまで勝ち馬から 0.5 秒以内ぐらいの間で割と前線してきた馬でもありますから、まあちょっとバドトロワ3区っていうのがね気になる、どうしても走るのかなっていうふうに思ってはしまうんですけれども、まあスムーズにいけばまた掲示板ぐらいには来れる力あると思いますし、展開が向けば馬券内に来る可能性もあると思ってますので、まあ引き続き注目していきたいと思ってます。次に札幌9レース芝 1500m の1勝クラスですが、ここからはイコノスタシスという馬です。前走はスプリントを使ってきてまして、函館の芝 1200m で9着でした。このクラスでは掲示板から3着ぐらいの争いを続けてきている馬ではあるんですけれども、まあ、前走は不利があって9着という形になってしまいましたね。まずコーナーでインに包まれて、ポジションを上げていくことができなかったっていうところがまず、不利としてありました。まあ、函館競馬場直線が短いですから、手応えが良ければしっかりコーナーで、前との差を詰めて直線の勝負に持ち込むというところをしたいんですが、インで動くことができずに逆にポジションを下げるような形になってしまいましたね。そして最後直線でもしっかりと前が空いて、これからスピードに乗って、追っていくというところで逆また進路がなくなってしまいまして、しっかり追うこともできずに、まあ、何もできずレースで終わってしまったというような形でした。まあ、その中で9着まで追い込んできてますし、さらにその前走というのはそもそも3ヶ月の休み明けのレースでした。まあ、今回は叩き2戦目ということでパフォーマンス自体も向上の見込みがありますし、レースとしても今回コーナーで並びかけていくような競馬をできれば上位に来れる可能性は高いと思っています。次に同じレース札幌9レースからもう1頭いまして、ブルーミンデザインという馬になります。
前走は3月のレースになるんですけれども、阪神のマイルを使っていて6着でした。ショート数でかなりスローの展開で、まあ、本当に直線だけのキレ勝負となったような競馬でした。まあ、この馬そこまでキレがあるタイプではありませんので、この馬にとっては展開が向かなかったと思ってます。その前走をまあ度外視したとして、次に2走前に目を向けると、そこでは結構強い競馬をしていたと思ってます。前走と同じく阪神のマイルでのレースだったんですけれども、まあ、勝ち馬から 0.2 秒差の5着になってます。レース内容を見ても 11.5 秒前後ぐらいの結構早めのラップが2波論目からゴールまでずっと続くようなタイトなレースだった、その阪神のレースでしっかりと5着まで入れているわけですから、この1勝クラスでしっかりと勝負できる自力は持っている馬だと思っています。さらにその2走前の結果を見ると、この馬は先行して5着だったんですけれども、馬券内に入った1から3着馬は全て差し追い込み勢だったということも考えると、自力は十分だと思います。父ロゴタイプで母父ジャンポケ、ジャングルポケットということで、まあ、札幌の洋芝になってもですね、むしろプラスに働くぐらいじゃないかなというふうに思ってますので、今回穴馬として狙いたいと思ってます。次に土曜日最後のレースですが、12レースダート 1700m からドン・アレスという馬になります。前走は4ヶ月以上の休み明けで函館のレースに出走してきました。芝 1800m で10着と敗戦でした。この馬の未勝利戦の勝ち方はすごく強かったというふうに思っているので、まあ、前走は仕上がり不足で敗戦したというふうに信じたいですね。今回1年目の中で、本当に上位の、実力を持っていると思います。まあ、高杉騎手が鞍上となりますし、それによって金量もマイナスになります。さらに前走休み明けでしたから叩き2戦目となりますので、プラス要素は山ほどあるという形になります。で、今回芝からダートに変わるということに関しては、まあ、走ってみないと何とも言えないというのが正直なところではありますけれども、血統的な部分で考察すると、父リアルスティールの参加傾向としてはダートの方が芝よりも高走率が高いぐらいですし、ドン・アレスの母方を見ても、まあ、AP インディからのプルピットの血が入っていて、アメリカダートの血統ではありますので、しっかり対応してきそうではあります。未勝利戦で強い勝ち方をしてきているというのは、これまで過去の動画でも僕はこのドン・アレスに関しては何度も取り上げていますので、そちらの説明は割愛しますが、まあ、そういった自力があると信じている上で、まあ、しっかり今回上積み要素があって血統的にも嫌うほどではないとなれば、まあ、人気しないのであればしっかり狙いたいなというふうに思っている一頭であります。次に日曜日のレースに行ってみましょう。日曜日は4レースのダート 1700m からですが、ノルディアという馬になります。前走は東京のダート 1600m で6着でした。穴馬としてこのレースでも注目していまして、東京適性は疑問視していたんですけれども、まあ、いい足を使って追い込んできたと思います。この馬に初めて注目したのは3走前、この馬が初出走だった中山のダート 1800m の未勝利です。まあ、そこで5着したというところですね。ミドルペースで進んで 1000m 過ぎたあたりから、このノルディアは進出を開始して、コーナーで大外まくっていく形で直線に入ってロスの多い競馬だったんですけれども、その内容でボバも混合のレースの中で5着まで来ていましたので、またどこかで構想してくる可能性がある馬だなと思って、そこから注目してます。今回札幌のダート 1700m ということで、まあ、東京は6着まで追い込んできたとはいえ、やはりかなり後方でのレースとなりましたから、やはり追走には苦労していたというところはあります。その点ダート 1700m、 特に札幌のダート 1700m というのは少しペースも、ね、落ち着きやすいですし、あの追走に、苦労するというところは軽減されるかと思いますので、前走に比べると上積みはあるかなと思ってます。まあ、さらにしっかりとね、位置を上げていく、まくっていくような競馬を中山でしてきた中で、今回も右回りの札幌という形になりますので、まあ、そういったコース適性もしっかりと見せて構想してきてくれればというふうに期待をしています。次は札幌8レース芝 2000m からですけれども、ゆいの男山という馬ですね。前走は札幌の芝 1800m で7着でした。レースを見てみると、前半がスローで後半にペースアップするというペース構成だった中で、この
馬はペースの上がり始めた残り 1000m を切ったあたりで進出を開始していく競馬でした。ペースの速いところでより他の馬よりも速く走って位置を上げていくわけですから、結構なロングスパートになってのレースだったと思います。直線では早々に沈んでしまいましたけれども、メンバーレベルがそこまで高くない中では、自力の競馬で上位に来れる実力はあるのではないかと思ってます。ただ今回不安なのはメンバーが結構今回集まっているということで、重賞で出走経験もあるマイネル・フランツだとか早手の福之助みたいなメンバーもいますので、今回主役としてやれるかというと若干微妙な感じもしています。ただ今後数戦札幌で走っている中では馬場も合っていそうですし、構想してくる可能性はある馬だと思ってますので、引き続き注目していきたいと思ってます。最後に札幌10レース芝 1200m のレースについて話すんですけれども、ここからは3頭注目している馬がいます。1頭目はアップストロークという馬で、前走函館の芝 1200m で4着だった馬です。前走はコーナーでインをついてロスのない競馬ができたんですけれども、直線でかなり狭いところを縫って伸びてきたため、コース取りに精一杯でかなり窮屈な競馬だったと思います。鞍上も追うことはできていたんですけれども、鞭は使えていなかったので、今回もっとスムーズに外に出すことができて一気に追うことができれば、さらなる伸びが期待できるのではないかと思ってます。過去の戦績を見てもこれまで馬券内にも来たことのある馬ですので、自力としてはしっかり持っていると思います。今回スムーズにいけば上位でやれる馬の一頭だと思ってます。次に2頭目が水の呼吸という馬です。前走は札幌の芝 1200m で4着でした。得意の先行策から直線で抜け出しを図るんですけれども、直線でインで包まれて減速してしまいました。直線での足色としては前を走っていた1着馬2着馬と遜色なかったんですけれども、進路取りの関係で足を伸ばしきれずに最後後ろから刺してきたシカゴスティングにかわされてしまいました。重賞で好走しているシカゴスティング相手にも若干の不利があったながらしっかりとやり合えたわけですから、自力としてはあると思っているんですが、今回気になる点も1点あります。札幌は前回この馬が出走した開幕週だった時よりも馬場が渋っていることが予想されます。この水の呼吸はしぶとそうに見えてミッキーアイル3区で意外と高速馬場の方がこれまで好成績を残してきているようにも見えます。前走に比べて馬場が向かない可能性はあるかなと正直思ってますので、タバとの兼ね合いで今回も人気がなかったりするようであれば馬券には入れたいですけれども、そうでなければ絶対的な本命種というのはなかなか難しいかなというふうに思ってます。札幌10レースから3頭目はゴルトリッチという馬になります。前走は函館の芝 1200m で3着と好走しているんですけれども、直線では他の馬から厳しいチャージを受けていて結構負担の大きい競馬だったと思ってます。直線の入り口で隅田大河騎手が乗っていた山にアストロンに真横からグイッと押し付けられるような形で走っていて、このゴルトリッチを挟んで反対側にいた馬との間に挟まれそうになりながら強引にこの馬はその間を割って足を伸ばしてきたという形になります。その結果ほとんどタイム差なしの3着まで来たわけですから、自力は今回本命視できるぐらいあると思ってます。この馬は現在4歳馬で金層の着順も良くて、能力的にも気持ち的にも、充実期にあるのかなというふうに思ってます。一番人気とかで人気を背負いすぎないようであればこのレースでも中心種として狙っていきたい一頭かなというふうに思ってます。これで今回の動画は以上になります。最後までご覧いただいた方ありがとうございます。この動画の他にも新潟競馬場での前走不利を受けている馬のリストも公開しますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた。